そして皆さんにタイトルをプレゼントできなかったことがすごく残念です。ただそれでも実際にオファーが届いたときに自分の夢だったり自分がまだしたことのない経験をしたいという強い思いがありオファーを断ることができませんでした。ただもう一つ移籍を決断した理由に若い選手の台頭というものがあります。そういった選手たちが FC 東京に出続ける限りこのチームは偉大で偉大なチームであり続けると思いますし、いつかそういった選手たちがこのチームにタイトルをもたらしてくれると自分も信じています。勝利してサポーターと共に喜んで、負けた時も最後は必ず FC 東京コールで自分たちの背中を後押ししてくれたサポーターの愛情を僕は一生忘れることはありません。そして最後にここまで自分を成長させてくれた長谷川健太監督、社長、FC東京に関わる全ての方々に本当に感謝しています。本当に